皆様こんにちは、社員です。先日、歌い手甲子園に参加しますので、応援いただければ嬉しいですという動画を公開しまして、そちらへのご視聴、いいね、応援するよというコメントありがとうございました。で、無事8月22日にそちらに参加する歌ってみた動画を公開できまして、そちらへも早速のご視聴やいいね、コメントありがとうございます。で、応援していただけたら、嬉しいですの動画の中で、ちょっとね、お伝えしたことに誤りがありまして、お詫びと訂正をさせていただきたいと思います。というのも、もし応援してくださる方がいらっしゃったとしたら、できるだけ、たくさん再生していただければ嬉しいですということと、あと、ループ再生機能についてお伝えしたんですけれども、後で調べたところですね、YouTube では同じ IP アドレスからご視聴くださる場合、一定期間内はどれだけ再生しても、どれだけループ機能で再生しても、再生回数1回とカウントされるっていうのがちょっと調べて分かったんですね。で、その一定期間が何時間ぐらいなのかっていうのは、YouTube の方では公開していないとのことです。ですので、私をね、応援してくださろうというお気持ちで、たくさん再生をね、押してくださったり、ループ再生機能をね、使ってくださった方がいらっしゃったとしたら、もしかしたらその、実際にご視聴くださった回数が、私のね、動画に、の再生回数として反映されていない可能性がございまして、なのでそちらの方はね、お伝えに誤りがあり、本当に申し訳ございませんでした。なんですが、私の管理画面の方で見ますと、まあ、もし万が一再生回数が反映されていなかったとしても、私のその再生時間っていうのはね、どうやらね、加算されているようで、結構ね、ぐんとなってましたので、私の、歌ってみたの動画にとってはね、もうとってもありがたい応援となっておりますので、本当にね、ありがとうございます。うん、で、歌い手甲子園のね、アニソン J-POP ランキングのカテゴリーがありまして、そちらにね、ランクインができたらなっていうふうに嬉しいなって思っております。で、その応援の方法が、その再生回数以外にもどうやらいいねの数もね、影響しているらしいというのが分かりまして、もしかしたらコメントとかもね、影響しているかもしれませんので、もしね、今後また3日まで、応援していいよっていう方がいらっしゃるとすれば、ご視聴やいいね、コメントやシェアなどいただけたら嬉しいです。いつも応援本当にありがとうございます。